はい、それでは会場の皆さん、改めましてこんにちは。さあ、最後後半盛り上げていきます。よさこいパートでございます。まずは皆さんにレンタルの鳴子をお配りしております。鳴子表はみな踊り子。私たち実は座ってよさこいを広めている団体、ザ・よさこい座と申します。なので座っている方も見てくださっている方、皆さん、ザ・よさこい一座の一員でございます。今日は一緒に踊っていただけますか？ありがとうございます。ナルコを持っていない方もぜひ一緒に体を動かしましょう。意外とずっと座っていると体冷えませんか、皆さん、ね、なので今コロナが収束しつつあり、で運動不足が問題視されています。まず皆さんがいつまでも元気でいたいな、ね、健康寿命を伸ばしたいなと思う一つの要素に、体を程よく動かすことということがあります。なのでマラソンランナーの増田明美さんも言っていました。肘を90度に曲げて、そして振るだけで肩甲骨周りがほぐれて呼吸が楽になると言っています。なので鳴子を持っている方はね、ぜひ鳴子を鳴らし、鳴子を持っていない方もぜひ一緒にこの体を動かしていただき、この後続きます、ね、超かっこいい、ね、盛り上がるよさこいをお楽しみいただければと思います。さあ、では踊り子の皆さん準備がいいですか？はい、後ろの皆さんも準備 OK ですか？よかったらもう前半の飛び入り OK ですのでよろしくお願いします。はい、では私たち実は前座がとても得意なんです。まずは一発で盛り上げさせていただきます。でも皆さん急に手を挙げたら首の方びっくりしちゃいますよね。準備体操しましょう。指を絡めます。そして手を挙げましょう。痛い方無理しないでください。はい、伸びてください。深呼吸です。息を吸ってください。さあ、桜が飛んじゃうぐらい大きく息を吐きながら、笑って息を吐き手を下ろしましょう。せーの、あそうなんです。実はね、体よりもマスクの中で顔が一番硬くなって動かなくなっています。顔も心も動かしましょう。もう一度参ります。指を絡めて両手上、はい、たっぷりと息を吸ってください。いいですね、壮大ですね。みんな踊りか。それでは息を吸ってください。せーの、あありがとうございます。途中でも笑うパートがあります。ぜひ皆さん惜しみなく笑って息を吐いて呼吸楽にしてお楽しみください。では私たちが最初に踊らせていただきますのは、花道笑う角には福来たる。それでは参ります。構え、さあ、さあ、それでは皆さん肘を90度に曲げて腕を振りましょう。体を右から揺らします。さあ、まずは肩から上に手を伸ばしますよ。どうぞ。はい、ね、肩から前です。肩からお尻です。斜め前、
ちよく飛びましょう。空も青いです。桜も眺めて皆さんも一緒に行きますよ。さあどうぞ。ありがとうございます。さあそれでは引き続きこの後のナムシロさん、石井さん、ぜひ一緒にお楽しみください。その後ナルコを回収させていただきますので、それまで皆さん一緒に踊り子の一人になって心を踊らせてください。さあでは取り合いするおしまいでございます。ザ・よさこいさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。お片付け。